はい、こんにちは、こんばんは、たかです。昨日は CPI がありました。結果としてはよく動いてくれましたかね。細かいところはドル円の動画の方で触れてますんで、参考にしていただければと思いますけども、今日に関しては昨日ドル売りが入っても良さそうな環境だったのに、そこで売りが入らなかったというところを根拠に、ドルの強さというところを見ていこうかと思うんですけども、ということは強い通貨に対して弱い通貨を見ていくのが基本だと思うんですね。このあたりをチャートの方から見ていこうかと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。昨日の冷やし、かなり長い上髭つけてますよね。結果はレンジの中に戻ってきてしまっています。方向感がないですね。これなぜなのか、ドル強いんじゃないかという話になってくるんですけども、実はユーロも強いんですね。だからこんな動きになってしまっています。ユーロ高、ドル高といった環境になっていますから、結果引っ張り合いになってしまって動かないと。このユーロに関しては8月に入ってからずっと強い流れが出ています。今週たびたびね、動画の方でも触れてきましたけども、昨日もこう売りが入ったら嫌だなと思いながら見てたんですけども、やっぱりユーロ強かったですね。この強いユーロというのが8月のトレンドになってくるかもしれませんのでね、これには注目はしていこうかと思うんですけども、ただその際に見ていく通貨として、このユーロドルというのは少し難しいかもしれません。ドルも強くなってしまったら、強い通貨同士のペアですからね、これだと動かないんですよね。結果方向感がないと。ということで、レンジを見ていくということになりますから、現在地見ていくと、レンジの真ん中ですよね。レンジ見ていくんなら、せめてこう下から拾っていくとか、上から叩くとか、こういったところを見たいわけですけども、真ん中でやれることって、とても少ないと思うんですね。このユーロ、8月に入ってから強い流れ継続して出てますからね、当然注目はしたいということになりますけども、このユーロドルで見てしまったら少し難しくなってしまうかもしれません。レンジから抜けてくるまでは少し気をつけたいですね。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。一方で僕が注目しているのがこのユーロ円ですかね。昨日ユーロ強かったわけですからね、強いユーロに対して弱い通貨というところをこう注目したいわけですけども、昨日明確に弱い流れが出た通貨一つがあるんですね。これが円になります。かなりこの円が弱いんですね。ですから言ってしまえばユーロ円だけではなくてクロス円全体的に強いのは強いんですけども、そんな中でもこのユーロをしっかり買いが入っているという事実がありますから、これ強弱がつくんですよね。この強弱がつけば当然値動きも大きくなってきます。実際ユーロ円は高値を抜けてきましたんでね、これは冷やしの上昇トレンドをしっかり追いたいところです。トレンドが出てますから、今日も冷やしの高値更新、これは強く意識して見ていくことにもなっておきそうです。はい、こちらが15分足、4時間足重ねています。短期足見ても明確に抜けてきてますね。波の起点が156円の50あたりですか、一方的にこう上げてきていて、現在159円に乗せようかどうかといった動きになっています。波の起点が156円ですからね、これ3円ぐらい下なんですね。正直ここをバックにログ見てくればちょっと遠すぎますよね。であれば、買っていくんであれば別のサポートを探してロングをしていくと。ただ現状はなかなか押してきてくれていないので、買いたくてもなかなか買えないといった状況かなと思います。ただこれが売り材料になったりはしないですからね、それでも目線はログ、しっかりこう押し目を拾っていきたいところですかね。ショートの踏み上げ相場という形にもなっているかと思いますから、あまり深い押しを想定しなくてもいいのかなと思います。逆に深い押しが入ってしまったら、警戒心を持った方がいいのかなと思いますから、近くに、本当に近くにサポートを探したいですね。今のこの環境だと158円の真ん中あたりですかね。このあたりまでの押しだったら全然いいと思いますけども、例えば158円割ってくるとかね、そういった強い押しが入ってきた際には、逆にこう上値の差を疑った方がいいように思います。今のユーロ円って相当やっぱりいい環境だと思いますからね。この環境で高値更新しなければそこには少し違和感を持ってもいいのかなと思いますから。今日この押しが入ってくれるかどうかというところもわからないですけどね。ただこの位置で高値をつかむのはちょっと難しいと思いますから、押しが入ってくるかどうかというのはわかりませんけども、この押しを想定してサポートを今日は探していこうかと思います。その際のサポートの候補として158円の真ん中あたりですかね。あまり深い押しを想定せずに、近くにサポートを探したいと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドがここ最近ちょっと動きがないですからね、片方の通貨に動きが出てくると、流れはある程度こう出てきますね。昨日はドルが強かったです。その影響で、このあたりレンジが見えているわけですけどね、下の方に抜けそうになっています。終値ベースでは若干抜けてはきてるんですかね。高値を試して抜けなかったといった形見せてから下を試してますんで、これちょっと下に抜ける動き警戒したいところです。上を試してダメで、下の方に試した結果抜けてしまうという方はこれよくある話になりますんでね。さらにポンドドルはここに下落トレンドも見えているわけですから、下に抜ける動き、これをロング見ていくのはちょっと難しいと思うんですね。メインシナリオ、これも赤い下落トレンドを見ていくことにはなってきそうです。
まあ、一点注意があるとすればこの前には上昇トレンドがあって波の起点割り込んではいないので、流れが止まってくる、例えば急に公開が入ってくるとかね、まあ、そういった動きが出てくると、まあ、サポートなんかもこう意識した方がいいと思いますけども、ただまずはもうこちら優先ですね。はい、こちらが15分足4時間足重ねています。このあたりまた形式見ていくとよりレンジがはっきり見えてきます。さらに昨日上を試してダメで現在下を試していると、まだ抜けてはいないですけども、ただこれサポートされたというよりも時間切れといった感じしますんでね、ですからも今日この安値圏での攻防というところを注目して見ていこうかと思います。当然まあドルの強さ見てますからね、抜けてきてもおかしくはないとは思います。ただ、これ波になってないんですね。起点がまあこのレンジの高値、かなり上になりますから、近くに抵抗がない、バックがないんですね。ですからまあどこかにこうバックを決めて、まあショートはしたいところですから、小さくてもいいんで一回こう小さな足場なんかを作ってくれたら売りやすくはなってくるんですけどね、まあ、これがどうなりますかね。朝からこうどんどんと行ってしまったら手は出しにくいかなと思いますけどね。ただもこの辺りがどうなるか分かりません。目線ショートはもう固定して見ていこうかと思いますけども、まあ、丁寧にまあ売り場を探していくということになってきそう。突っ込みだけは十分注意はしたいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円1時間足に冷やしを重ねています。昨日も相当円が弱かったですからね、なんならまあこれ抜けていてもよかったと思うんですけども、まあ、実際冷やしは陽線ですから強いんですけどね、ただまあかなり上冷えも長いとこの辺り意識されていそうですね。この辺りがまあユーロ円との大きな違いかなと思います。じゃあすぐにこう売りを見ていくのかというところ、ショートを見ていくのも今難しい環境だと思うんですね。まあ、とにかく今これ円が弱いです。実際、まあ、円安を見てもサポート割ってきてますからね、買いを見ていくのは少し時間かかってきそうなんですね。円が弱いとクロス円というのは上がりやすくなります。ただポンド円というのは上にまだ抵抗があるんですね。なのでまあ抜けていれば、買いやすくはなってくるんですけども、まだ抜けていないと。チャートはすごく強いんだけども、ただまあ高値圏で、このあたりの値動きがまあ少し難しそうという環境です。まあ、僕は個人的には円の弱さ見たいなと思いますからね、ロング目線で見たいと思いますけども、ただ抜けていない以上は、まあ、もしロングを見ていくんであればユーロ円見た方がいいのかなと思ってしまいますし、仮にショートを見ていこうと思うんであれば今のこの円の弱さというのはどうしてもやっぱり悩ましいところだと思うんですね。つまり、はっきり答えがまあ出てこないと、そしてもう答えが出ない通貨というのをこれあれこれ考えてもどうせも答え出ないですからね、次の流れが見えてくるまで、まあ、基本的には様子見ということになっておきそうです。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。これも売りのトレンドがかなり強く出てますけども、ただこの辺りで一旦流れが止まってきています。調整局面ですね。昨日ドル強かったですからね、であればこう抜けて欲しかったところなんですけども、まあ、これも抜けてないんですね。まあ、流れとしてはもうサポート終わってきてますから売りのトレンドはっきり見えています。安値圏ではありますけども単純にまあ買っていけという相場ではないと思いますからね、抜けの動きに期待をするの面白いと思うんですけども、ただ売るにしても安値圏ですからね、当然は売り場所は慎重にということになってくるかと思います。はい、こちらが15分足4時間足重ねています。短期足見てもレンジの形が見えてますかね。調整局面、売りのトレンドがはっきり見えています。調整入った後に、現在まあドル強くなってきましたんでね、下に抜ける動きをメインシナリオに考えて見ていこうかと思うんですけども、ただ問題はこの安値圏での攻防ですかね、まあ、すんなりは抜けていかないようなところだと思いますから、下落トレンドが止められて、まあ、多少の調整なんかはあってもいいのかなと。調整見ていくんならまずはレンジをやっぱり僕は疑いますんでね、レンジの高値バックを決めてショートをしていくのがメインシナリオになってくるかなと思います。ですからこれも朝からどんどんと安値を更新してしまうような動きが出てくると逆にも入りにくいかなと思うんですけども、ただ、この位置はレンジの安値圏ですからね、売るんであればまあ相当慎重に見てもいいのかなと思いますんで、僕はもう一旦この調整を待っていこうかと思います。まあその結果言ってしまったのは仕方がないですね。ただまあ調整挟んでくれたらまあ高安が見えてくるかと思いますから、高安見えればまあ高値から売っていきたいなと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。まあとにかく今円が弱いですからね、クロス円というのはまあどの通貨もしっかり買いが入っているかと思うんですけども、ただこの5ドルは少し気をつけたいですね。まあ、7月8月と少し上値が重い状況が出てるというのもあるんですけども、ただ昨日せっかくまあ5ドル買いが入ったんですけどね、ただまあドルが強くなってしまったがために5ドルドルリバウンドの機会を失ってしまってるんですよね。結果、まあ、高値を試したけども抜けなかったといった形になってしまってますんでね、5ドル、まあ、少しこう売りが出てきやすい環境はあるかなというふうに思います。ただまあそうなってしまったら円が弱いと5ドルも弱いとなってしまいますから、まあ、動かないと、まあ、そもそもこういったレンジになってるわけでね、まあ、抜けていればこうトレンドを見ていくのも面白かったと思いますし、例えばまあ下の方で握ってるんであればこれも面白いと思うんですけども、まあ、今の現在地真ん中ですよね。ポジションがないんであれば今からこうどうこうすることはないのかなというふうにも思います。
まあ、やるんであればせめて高田県での攻防とかね、安田県での攻防、まあ、こういったところを注目したいですね。レンジの真ん中です。今からやれることすごく少ないと思います。基本的にまあ様子見でもいいのではないかなと思いますね。はい、ということで、まずはこの戦ですけども、まあ、注目したいのはもちろんこれユーロ円ですね。ユーロに買いが入ってきています。今円も弱くなってきていますから、まあ、こうなると強弱の差がつきます。チャートの方を見ていくとも実際高値も抜けてきていますから、まあ、これは上昇トレンドをしっかり見たいですね。まあ、上昇トレンドですから日足の高値更新なんかもこれは全然あり得るんじゃないかなと。シナリオとしてもどこかで買って、まあ、高値更新はしっかり見ていくということにはなってきそうです。はい、あとはこうドルの強さを見ていくんであれば、まあ、一番僕はもうドル円でいいのかなと思いますけどね。ドル層を見ていくんであればこのポンドドルも少し面白そうかもしれません。まあ、実際こう終値ベースで見ていけば安値を更新してきてます。安値更新してくれば下落トレンドがこれ見えてきてしまいますんでね、少なくともまあ買っていくような状況ではないのかなと思います。気をつけたいのがドルインデックスですかね。ドルインデックスまだ高値抜けてないですから、まあ、ドルの強さ見ていくんなら今日あたり抜けてもいいのかなと思ったりはしますけども、ただまあ金曜日ということもあります。まあ、8月ということもあって参加者も少なそうですからね。実際まあそういった大きなトレンドにつながるかどうかというのはわからないところもありますけども、ただまあようやく注目したい通貨は見えてはきましたんで、弱い円の流れに対してドルやユーロの強さというところを今日は見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。